その田昭人は、日本の心理学者。学位は博士。静岡県立大学国際関係学部教授、大学院国際関係学研究科教授。静岡県立大学国際関係学部講師。静岡県立大学国際関係学部助教授などを、歴任した。1961年生まれ。1981年3月、生息高等学校を卒業する。 国際商科大学に進学し、教養学部の人間関係学科にて学ぶ。1986年3月、国際商科大学を卒業した。その後、立教大学の大学院に進学し、文学研究科の心理学専攻にて学ぶ。1988年3月、立教大学の大学院にて、博士前期課程を修了する。それに伴い、 文学修士の学位を取得した。その後、上智大学の大学院に進学し、文学研究科の教育学専攻の心理学コースにて学ぶ。同大学では、平井久氏の訓当を受ける。1992年3月、上智大学の大学院にて、博士後期課程を満期退学する。なお、翌年3月、上智大学より、博士の学位を授与された。 1995年4月、静岡県立大学の国際関係学部にて、専任の講師に就任した。1998年4月には、助教授に承認し、2004年4月には、教授に承認した。その間、駿河看護専門学校、東京国際大学、放送大学、静岡英和学院大学などで、非常勤で教弁を取った。著作については、 津田明の編纂をした学術書や、重松和夫らが編纂した学術書などにて執筆を行っている。また、フォーン・アキヒロとマミヤ・タケシが管理役した学術書などにおいては翻訳を担当している。なお、その他の個人ウェブサイトには今まで携わった書籍の一覧が掲載されており、著書と翻訳とで分類されて署名が列挙され、当該書籍の どの部分を担当したのかが詳細に記載されている。また、著書と翻訳の不死とは別に、ゴースト翻訳という一節が設けられており、そこには、リチャード・エス・ラザルスとスーザン・フォルクマンの、ストレスの心理学、認知的評価と対処の研究の中の、第五章、対処の概念が挙げられている。ありがとうございます。